敵ガロガ星人の地球侵略に決然と立ち向かう流星人間ゾーン。次々と打ち出される強襲ミサイル、対するはファイターエンゼルジュニア。それゆけ変身ゾーンファイトパワー、新強襲も続々登場するよ。いよいよ次回流星人間ゾーン、強襲ミサイル爆破せよにご期待ください。さらに激しく罠を仕掛けてくるガルガ、医者に化けたガルガの手に鋭く光るメス、出現するディストロキン、ゾーンファイターも大活躍。次回やっつけろディストロキングにご期待ください。宇宙工学の権威者森田博士を助けるため、ホタルとタケルはガロが地底基地におとりとなって囚われた。強獣ドロラを相手に戦うファイター、地球のため平和のため頑張れファイター。次回戦えガロガの地底基地にご期待ください。太陽エネルギーを吸収してしまう。それを操る宇宙の悪魔キングギドラ。ファイターのエネルギーもピンチ。プロトンパワーで頑張れファイター。次回キングギドラを迎え撃てをお楽しみに。ブルーグリーン装置の危機を前にしてファイターはキングギドラを相手に戦う。一方無防備状態に立たされた先森家はガロガの思うつも、囚われるファミリー危機一髪。次回キングギドラの逆襲にご期待ください。ユサンゴ、手はずは分かっているな。はい。私はホタルよ、信じて。君が二人いる。ガロガの策略は卑劣に手を広げた。次回ドンファミリー危機一発、ご期待ください。湖の底へ通じた洋館の地下室、カプセル注入液を受けて強獣ゲルデラは眠っていた。地上より空へ、そしてまた水中へ、マイティライナーとともに激しい溶撃戦が展開。次回倒せ恐怖のインベーダー、ご期待ください。荒野に戻れ。そうだ、餌は人間どもだ。真っ赤な雲が獣の血を呼び覚ます。地上の動物を支配する者は誰か。次回吠えレッドスパイダーの秘密、ご期待ください。自らの影、なぜお兄ちゃんがこんなに苦しむ。太陽エネルギーのこの恐ろしいトリック、ファイターを救うのだ。ガルガの司令船は海底深く眠っている。次回絶体絶命ゾーンファイター、ご期待ください。アキラだ。ファイターが車に閉じ込められたまま動けません。ゴジラが吠えた。若い正義にゴジラは叫んだ。来い強獣ガイガン。さあ撮影はいよいよ会長。次回間一髪ゴジラの叫びにご期待ください。征服地で強獣を育てよ。ガルガのこの戦略転換に戦いは一変した。打ち続く怪事件にファミリーの結束は崩れかかった。だが僕たちは呼びかけよう。負けるなファミリー、新たな試練だ。次回は強獣基地地球へ侵入。
拳銃とバースデーケーキ。その誕生日をめぐって一つの優しい心がファミリーを追い込んだ。ガロがやがて青春と呼ぶ君たちの未来を奪われるな。さあ戦え。次回戦慄誕生日の恐怖、ご期待ください。頭が良くなり力がつくというインチキ薬ファイトンにより地球の子供たちは凶暴なガロガ少年攻撃隊と化した。そんな卑劣なガロガの野望を打ち砕くためファミリーはその解毒薬作成のために全力を尽くす。次回タケリクルーゾガロガ少年攻撃隊をお楽しみに。日本沈没す。それは首都東京より始まる。狐につままれたマイホームの夢、ガロガはまさしく恐ろしいところまで忍び寄っているのだ。ゴジラ、君は日本沈没を食い止められるのか。次回沈没東京を救え。奇怪な隕石、それはガロガの挑戦状であった。物理学教授寺村家の少年ヒロシはテレパシー光線によって操られる。ロボットには爆弾が仕込まれた。プロトンエネルギーが危ない。次回恐怖の襲撃、ガロガロボットをお楽しみに。ガロガにスモーキーを奪われた。まさか、誰もがそう疑った。しかしダークフォー作戦とはゾンファミリーを武装解除することなのだ。ファイターは行く、バルガー優勢へ。次回は GO! ファイター緊急発進、ご期待ください。恐竜ガンダーギラスは強い破壊力を持つ PS73 を飲み込んでしまう。しかも磁力戦と衝撃に弱く、ファイターとの戦いでいつ爆発するかわからない。磁力戦を持つ軽水星は地球に異常接近。次回司令日本列島爆発用にご期待。PS73 が爆発したら日本は吹っ飛んでしまう。しかも軽水星の接近はガロガの仕業であった。十分に戦えないファイターは苦しむ。勝ち誇るガロガたち、次回命令軽水星で地球を壊せをお楽しみに。小僧、お前たちはガロガになるのだ。さあ大変だ。ガロガは君たちを狙っている。恐竜ゴラムは君を飲み込むのだ。ゾボット、そうゾボットでファイターを呼べ。来週の流星人間ゾーンはこの老神子をマークしろ。宇宙の彼方ジュラール星からのガロガミサイルはゾンファミリーに狙いをつけた。姿を現す恐竜ジュラール。アキラを奪われたゾンファミリーはゴジラに応援を指令した。ファイターが危ない。行けゴジラ。来週のゾーン、無敵ゴジラ大暴れ、ご期待ください。地球上のあらゆる時計は逆回りを始めた。ゴールドガロガに送り込まれた新たなる恐竜スーパージキロはゾンファイターを倒した。立てファイター、エンジェルジュニアファイターを救え。来週のゾーン、逆襲スーパージキロを倒せにご期待ください。征服を狙うガロガ星人は人間の夢を破壊する幻想恐竜バクゴンを送り込んだ。さあゾボットでファイターを呼べ。エンジェル、ジュニア、スモーキーでファイターのゾンマーカーをチェンジせよ。次回大恐竜バクゴンの秘密、ご期待ください。地球人改造を狙うゴールドガロガはハリフキ教授ニードラを地球に送り込んだ。さあ行けファイター、ニードラを倒せ。行けスモーキー、ファイターを援護しろ。来週の流星人間ゾーン、ハリフキ教授ニードラを倒せ、お伝えください。奥多摩山中に見た恐竜の一大集合、ガロガ恐竜1体7万トン。それが街中に隠されたあのカプセルが
みんな今日中に戻ったらピンチだ。次回は製鉄ゾーンゴジラ対今日中連合軍。ゴールドガルガの新しい武器コバルトガルガは地を裂き岩を砕いてファイターに迫った。中性子エネルギーの設計図を手にしたコバルトガルガは地球に対し何を狙っているのか。次回粉砕ガルガガンマ X 作戦にご期待ください。